はい、どうも、キアカです。今回はですね、ちょっと出すタイミングギリギリになっちゃったんですけど、今、アマゾンさんでタイムセールをね、やられてます。もう63時間のビッグセールタイムセール祭りとなってるんですけども、まあ、8月31日の23時59分まで、まあ、8月ギリギリいっぱいまでタイムセールがあります。で、今回結構対象商品多いですし、結構ね、日用品とか飲み飲料水とか、あと、まあ、食べ物系、お菓子系とかもね、結構いろいろ入ってるんで、まあ、割といろんな人がね、こう、お得になるタイムセールではないかなと思います。その中でね、僕が少し前に買ったものですごいおすすめの一品があるんで、それを紹介しようと思います。で、まあもう早速言っちゃうんですけど、こちらですね、Fire HD10、Fire HD10。まあ、Amazon さんの出されてるタブレットですね。まあ、タブレットね、こう、Android 端末だったり、iPad シリーズだったり、あとはまあ、この Amazon さんの Fire HD シリーズがね、わりかしこう、有名というか、まあ、ポピュラーなものだと思います。で、まあ、Fire HD シリーズ、Fire タブレットシリーズには、Fire 7、Fire HD 8、Fire HD プラス8、Fire HD 8 プラス、Fire HD 10と、あと、キッズモデルで、7、8、10ってあるんですけど、このね、Fire HD 10がね、すごいおすすめなんで、で、これ普段はね、15,980円。で、タイムセールの今は11,980円、4000円も安くなってるんで、まあ、25% オフってかなりでかいと思うんでね、ぜひ今の時期にね、今の時期というか、このタイムセールが来たタイミングで買うことをおすすめします。タブレットで1万円台ってなかなかないですし、かなりお得だと思います。で、これね、全然性能もいいですよ。ちなみにタイムじゃない、価格変容こんな感じ。まあ、毎回、タイムセールが来ると1万円近くまで値下げされますよって感じです。で、その、アマゾンさんが出されてる商品なんで、基本的に、そのタイムセール以外では、特に値引きとかされてないですね。もう今回、いつもよりちょっと1000円ほど、いつものタイムセールより1000円ほど高いですけど、まあ、こういうね、月末とかに来るタイムセールを狙って買うのがいいかなと。まあ、だいぶ前に2月に来て、3、4、5、6、なんもなくて、7月、8月、6月終わり、7月終わり、8月終わりと連続で来てるんで、まあ来月も来るかわからないんで、まあ来月まで待ってもいいかもしれないですけど、まあとにかく、まあ、タイムセールによる値下げ幅がかなり大きいんで、4000円 25% っていうのはね、タイムセールのタイミングを見計らって買うのが絶対にいいです。15,000円、16,000円だとちょっと高いですね。まあその、Amazon さんの端末は Google Play とかが入ってないんで、一応導入はできますけど、まあ正規ではないので、まあその Amazon Store っていう Amazon さん専用の、なんだろうな、アプリケーションストアしか入ってないのです。まあそこら辺の利便性を考えると、まあこのタイムセールの1万円で買えばお得かなと思います。ちなみにこの7、8、8プラス、10の、この比較表みたいなのがありますけど、まあ、注目すべきはまず第一にこの解像度かなと。7が 1024×600、8が 1280×800、8プラスも同じ。で、HD10 は 1920×1200。まあ、よく言う、YouTube で言う 1080p ですね。まあ、フル HD の画質が楽しめるんで、動画とか見るのにはね、かなり、まあ、いいものじゃないかなと。そもそもね、サイズが大きくて、これサイズ載ってるのかな？画面サイズ載ってますね。262×159、ほら、本当にもう片手じゃ操作できないサイズですごい大きいんで、もう持ち運び小型テレビぐらいの感覚。だからね、動画見るんだったら、まあスマホとかで見るよりかは全然こっちで見た方がね、まあ画質もいいし、サイズもでかいし、すごくおすすめです。テレビとかつけないでご飯の時動画とか見てるよっていうような人はね、もう1万円を出してこれを買っても全然いいと思います。スマホの小さい画面で見るより全然おすすめです。でね、これもう一つ、この10がいいよっていうのが、まあ、この解像度以外にももう一つあって、プロセッサーですね。この7から8はクワッドコア、で、Fire HD10 はオクタコアってなってて、単純に言えば倍のね、性能を持ってます、CPU が。まあそんな、すべてが倍の性能を持ってるってわけじゃないですけど、まあ、このプロセッサー、CPU のみを見ると単純性能で倍の性能があります。で、まあ、YouTube とかで検索したらね、まあ、HD10、7、8どんぐらい違いがあるのかみたいな、こう、アプリを同時に起動してどんぐらい早く開くかみたいな、比較してる動画とかもあるんでね、それも見てちょっとね、
実感したい方はね、検索してみてください。まあ、本当にね、YouTube とか、LINE つむつむとかポコポコとかそういうゲームをやるぐらいだったらね、サクサク動きます。もう本当に多分そこら辺のスマホより全然ね、いい性能してるんじゃないかなと。だから多分ね、まあ、結構重い荒野行動とか PUBG みたいなゲームはね、どうなんだろうね、どのぐらいサクサクかまでわかんないですけど、まあ、多分全然オクタコア 2.0GHz、2GB RAM っていうのはね、多分、まあ、そこら辺の普通の、ね、スマホ使うよりかは全然快適にゲームができるんじゃないかなと思います。で、ストレージ 32GB と 64GB ありますけど、まあ、この端末に動画をダウンロードして、オフラインでも見たいなっていう人はね、まあ、64GB とかの方がいいかもしれないですけど、基本的に家でしか使わないよっていう方は 32GB でいいと思います。64GB だと価格がまたプラス5000円くらい上がっちゃうんで、今の状態で 64GB だと、あ、元値が 19,980 円。で、今だと 15,980 円。まあ、こっちも 20% オフ、4000円オフですね。まあ、家で Wi-Fi 繋いでしか使わないよっていう人は 32GB で十分だと思います。この1万円程度に下がっている時期にぜひ買ってみたらいいんじゃないかな。で、一応マイクロ USB も、まあ、対応してますけど、まあ、そんなに必要なことはないんじゃないかなと。で、あとはまあ、その Alexa 搭載、とか、まあ、スピーカーもちゃんとついてて、カメラも結構いいですよと。で、バッテリーも最大12時間ってね、まあ、全然スマホとかよりも普通に長いんじゃないかな。スマホって結局なんだかんだね、発熱とかもすごくて充電すぐ消えちゃうんで、本当に動画を見る用の端末として持つんだったらものすごいおすすめです。なんかまあカメラとかもあるんで、まあ実質こうズームとか、まあ、そういうビデオ通話とかにもね、まあ、使えるというか利便性はね、こう幅広いんで、まあ、買って損するってことはないと思います。個人的にはすごい全然おすすめです。普段の値段のこの 16,000 とかで買うとね、ちょっと高いんで、ぜひこのタイムセールの時期に買ってみてください。で、これ一緒に、まあ、カバーも買う人が多いと思うんですけど、この純正カバー、これだけでね、だいたい 4,000 円ぐらいします。で、純正カバー 4,000 円ちょっと高いんで、まあ、2,000 円とか 1,000 円ちょっとで、まあ、この Fire TV 10とかにね、対応してる、まあ、7用、8用、10用でそれぞれ対応してるカバーがあるんで、純正じゃなくて安いのがね、そのカバーに関しては、その純正ではない安いのを買った方がいいと思います。なんで、ま、タイムセールの時期に1万円前後で10を買って、まあ、1000円から2000円程度で、ちょっと安めのカバーを買うのが個人的におすすめです。もう僕これ、まあ、結構個人的にも気に入ってて、これ母親にもね、HD10 タブレットあげたんですけど、だいぶ気に入ってね、もうスマホの方でね、電話以外の機能ほとんど多分使ってないから、電話と LINE 以外は基本的にこっちを家で使ってるかなっていうぐらい、結構母親も気に入ってるんでね、まあなんだろう、そういう、まあ親とかおばあちゃんおじいちゃんとかにね、とかへのプレゼントとしてもね、まあそのお手頃なタブレットの中では比較的おすすめできるかなと思います。一つだけ欠点を伸びるなら Google Play を導入するのがちょびっとだけめんどくさいですけど、まあ実質10分もあれば十分できるんで、まあ他らの、まあその10分程度の手間さえかければ利便性は他のタブレットにも劣りません。なんでぜひね、まあその動画を見るとか、まあ軽いゲームをするぐらいの用途であるんだったらすごいおすすめできる端末です。ぜひ買ってみてください。